もつ煮込みの、長い食堂から、沼田方面に、走らせること、5キロ。ドライブイン利根食堂。さあ、入りましょう。何か、セットものが食べたいです。活動セットがあればいいな。ランチメニューですね。お客さんが3組入っています。どこにもメニュー、お品書きがないです。店員さんも来ませんね。ということは、3種類だけなんですね。今が12時ですね。NHK のお昼のニュースです。何か物足りないです。豚キャベツ炒めも小さい。それにしても、豚キャベツにすればよかった。味噌汁が、コクがあって、うまい。きゅうりと、もやしも、うまい。急に、外が暑くなりましたね。